猫宮静香さん、よろしくお願いします。こんばんは。え昨日は混乱をしていまして、失礼いたしました。私が書き込んだのは、北風と太陽ですね。あと、ペンの力で太鼓と書いたのが私ですね。少し聞いてくださいますか。ゆずくん、離婚報告が金曜日の夜だったことで、自分自身の気持ち的には落ち,落ち着けようと頑張っていたんですが、月曜日にを恐れていました。うん。会しい出勤をしたら、同僚に な,なんと声をかけられるんだろうと、私をいつもからか,らあいつもか,らかっている人たちなんで、特に。なるほど。うん。同僚は全員私がゆずくんファンだと知っています。えー、最、よ、零細企業ですね。零細企業か。零細企業だからか、えー、社長にまで知られています。うん。 だから、何を言われるか私は忘れていました。ところが月曜日何も言われず、私は分かってもらえたと思っておりました。安心をし切っていたんです。その時までは、ほう、二日前のことです。休憩中、同僚三人で噂をしているのが聞こえてしまいました。たった三ヶ月という言葉を聞こえ、笑っているのが悔しくて、えー、腹立たしくて、悲しくて、えー、私を笑う材料に ゆずくんを利用されていたのが嫌でした。うん。私だけを馬鹿にされるならいい。だけど、ゆずくんを利用されるのが、えー、我慢ならない。でも、我慢をするしかありませんでした。私が、えー、ここで切れたら、ゆずくんを怪我してしまうと思いました。ただ、冷静に反応することさえもできませんでした。えー、切れそうな自分を抑えるのに必死でしたから。うん。私に、えー、できたのは、そうして自分を抑え、仕事に集中しようと努めることだけでした。 ゆずくんに、えー、心の中で謝ることしかできませんでした。えー、長い話を聞いていただき、ありがとうございます。また、昨日は混乱ぶりにお,お,見,せお見せしまい、えー、申し訳ございません。失礼いたしましたあ。そんなことあったんですね、会社の中で。いやでも、羽生さん、すごくやっぱ有名だから、まあ、結構、あれ、この件はもういろんなニュースにすぐなったと思うんで、まあ、羽生くんのことがそんなお好きではない方も見,見てますよね。 まあ、そしたら、まあ、いろんな意見が来たりとか、ネガティブな意見が、ね、来ることも結構あるんでしょうね。多分、普通にあると思うんですよ。うん。で、いつも、あれなんですね。からかわれたんですね。だとしたら、なおさらちょっと心配したね。でも、初日はなかったっていうことは、初日は、まだニュース入ってきてなかったっていうことなんですかね。それともなんか、裏ではこそこそ言,言,コソコソ言ってたんですかね。うん、なんかちょっとあの、 ちょっとあれか考えちゃいますよね。うん。あ,あそういうことはあったんですね。結構他の方どうなんでしょうかねあの、周りの方とか。ね。うん。皆さん、よろしくお願いします。カブ君こんばんは。ベルギーも雪が降りましたね。日本は、今、インフルエンザが流行っています。北海道の陽ちゃん、具合はどうでしょうか水分をきちんと取って温かいものを食べてゆっくりとお休みくださいね。うん。陽気な陽ちゃんがいないと寂しいです。陽ちゃんは来月、北海道から佐賀へ、 うん、風邪ひいたのを今の時期でよかったかも。そう、確かにですね、言われてみると、もう本当に羽生さんの情報量が凄す,すぎて追いつかない。この間来た、ノっての写真集見ているけど、のトさん、小遣いさん、薬クさん、お三方の、えー、撮られた写真は、どれも素晴らしく、こうおつつげがたい。何がいいと言われると、やっぱり内村航平さんとの、えー、コラボの、あの金と黒の衣装、えー、そしてあのたくましいノの腕。 キャーとなってしまいます。はい。キャーとね。そう僕の声も揺かっちゃいましたね。まあ、ね,ねということなんです。素敵な写真ね。うん。洋さんは確かに今ね、体調が悪いっていうのは、考えようによったらまあ、当日悪くなるよりはマシですしね。確かに。っていうことではあるんですけどね。今インフルが流行ってるっぽいですね、日本。うん。 えー、ネコピアーさんもいとです。こんばんは。チケットの取り方のコツはあるでしょうけど、私も知りたい。うん。ここ2年ほどは私は運がいいと感じていますが、くるみっこ様という方のブ,ルブログを拝見をするなんていう感じですかね。えっと、くるみっこ様。なるほど。ただ、どんなに対策してもせ、えー、席数には限りがありますので、特にゆずくんのチケットは、 うんえー、先行で取れないと、どんどんきつくなっていくような事実で、でも注射席なので、残り物には服があることもありますしね。うん、リプレイのトレードシステムに関しては、テレ朝チケットさんに要望を出しました。えー、入れるならどこでも良いという選択肢があるだけで、えー、トレード成立しやすくなりますからね。うんえー、トレードに関しては、チケプラのシステムが一番使いやすかったかということですね。 えー、トレードシステムっていうのがあるんですね。チケプラのシステム。なるほど。ということですね。射器設定なども残りもの服があるということもあるということなんで、あのー、このくるみっこさんという方のブログはちょっと注目かもしれないですね。もしかすると。まあ、チケットね、みんな、あの、取りやすい方法みんな知っちゃうと、まあ、みんなが取りやすくなっちゃったら、今度逆に取りにくくなっちゃいますからね。まあ、多分、コツがある気がしますよ。でも多分ね、隠してる可能性ありますよね。 はい。なんか、そんな気もします。うん。結構、チケットね、次から次へと取れるというか、取れる方いますよね。コツがある気がしますよ。うん。秘密かもしれないですよ。秘密のコツ。えー、レモンミカンさん、よろしくお願いします。ハニーエズルさんも、あつ森をなさると聞いきまして、うちの娘も以前やってました。主人公は4代ほどいたかなうちの娘は、少女のキャラを選んだか。まあ、よく働くキャラ,だ,キャラだ,だこと。村に木をたくさん植えて、増やし、 蜂に刺されない、あ、蜂に刺されながら、果樹を収穫して売りまくり、島を買い、博物館と美術館と水族館を建てて、珍しい大物の魚を釣ったら寄付し、絵画や彫刻を買っては寄付し、村に花を埋めて草取りとゴキブリ大使に巡回、村のテリトリーの中は完璧に整えて、忙しく働き同士、うん、村に貢献を挟んで、 娘のキャラの金ピカの像が立ちました。かわいくて、かわいくてセンスのいいか嫌味な女子のキャラが村にいて、えー、そのキャラの家の庭にはたくさんの木を植えてですね、木を乱立させるのを嫌がらせをし、村から追い出,追い出していました。うん、好きだった男男子のキャラが引っ越してきて、とても嬉しかったのだが、娘のキャラは働くばかりで、かわいいお洋服をいっぱい買っているのに、着こなしセンスはいまいち、家の中の影は、 好きなインテリアをたくさん買い揃えて、しかし一貫性がないインテリアでごった返す。好きな男子に手紙を出してもなくて、相手から声をかけられても釣りに行こうとか、スポーツを一緒にやりま,くりあやりましょうとか、何か揃ってはまらせるとか、あまり会話もしないで忙しく村中を駆け巡り、いつも働くばかり、コミュニケーション不足で、その男子はつまんない村から引っ越してしまい行っ,て引っ,越して行ってしまいました。せっかく言ったのに、アホとちゃうか。 うんえー、その男子のキャラは明るいおばかさんなタイプだったんで、えー、娘のインキャラにはぴったりだったのに。うん。多分このゲームは熱盛だと思うけど、えー、引っ越してくるキャラも増えて、立派な村はできましたけど。うんはい、ということらしいですこの、このゲーム、うんうんえー。アーニャさん、よろしくお願いいたします。えっとえー、カムさん、こんばんは。羽生結弦アイラの パネル展が先月から全国の本屋さんで開催されていますが、1日からです、ね、仙台駅前のあえる2階で銀座津田屋で展示されていたものと同じものが展示が始まりました。うん、ここは1階が丸ンでパネル展はすでにやっていましたが新たに始まりました。赤マグマと称される真っ赤な衣装の特大パネルでもありましたよ。 リ、うん、プレイ佐賀公園の時期には、佐賀アリーナ近くのツタヤでも、えー、展示するみたいです。うん、これはツタヤで、えー、展示されてるんですね。なるほど。えー、で、佐賀アリーナの近くのツタヤでも展示されるということらしいです、皆さん。うん。佐賀公園に行かれる方、ね、あのチェックしてみてはいかがでしょうかね。うん。はい。では、ありがとうございました。